お疲れ。覚えた？おーい。はい、こちらです。君のことを聞いているよ。今日呼ばれたわけはわかるかな？はい、禁足地の件ですね。うん。ここよりはるか東にかつて大国があった。1000年の昔に滅んで無人となり、以来立ち入りが禁じられている。今は文献に記録を残すのみだ。だが数年前、一人の少年が保護された。彼は森人の一族を名乗り、里に暮らす人々の存在を語った。信じがたいと学術院が揺れているのは知っての通りだ。文献にその里の記録は？皆無だ。ただ彼のペンダントは未知の物質で作られていた。次に少年保護の経緯だが、はい、当時とあるモンスターが里を襲撃。彼は単身逃げ延びた。だが使った地下道が崩壊。その後我々が保護した。以上だ。人々の安否は？不明。モンスターの情報を？不明。だが学術院の見解では、すでに滅んだモンスターの可能性があると。絶滅種？ギルドは森人一族の救助とモンスター白の子への調査を決定した。君を禁足地調査隊ハンターに任ずる。拝命しました。森人の里を目指すには現地の調査と案内役が不可欠だ。そこで君に頼みがある。アルマと申します。大丈夫。さあ。いい場所があったらベースキャンプを作るって。腕が鳴る。すべてはそこからですね。頑張ろう。うん。見つかるといいな。見ろ。オリカチ。すごい数。もう大丈夫。サムルト。おーい。安心して、心配ないよ。よっ。驚いた。本当に人がいるとは。蒸留酒の一種。どうしよう。お兄ちゃん、私セクレトであいつが来て、でもお兄ちゃん、あいつってさっきたくさんいたやつかな。お兄ちゃんはどうしたのかな。私を逃がして一人で。まずくない？お兄さんはどこに？セクレト、お兄ちゃんの匂いを覚えてる。行こう。ええ、皆さんはベースキャンプの場所を。分かった。でも助けが必要なら呼んで。二人のことは任せてよ。必要なものは置いてくから。行こう。お願い、この人をお兄ちゃんのところに連れてって。頼む。行こっか。じゃあ見つけてくるね。念のため準備していきましょう。了解しました。武器の感触を確かめたら出発しましょうか。セクレトで匂いを追いましょう。セクレトはとても賢いですね。匂いを嗅ぎ分けて自ら目的地に向かうだなんて。今のはあそこに。わなくても。もう安全だ。よし。よかった。申し遅れました。私たちは。待ってください。何が起きて、まさかあなたたちがどうやって。実は妹さんからあなたのことを伺いました。妹はどこに？我々が保護しています。一緒に来ていただけますか？すぐに分かった？ええ、信号弾の通りでした。ご無事で。こちらに。お疲れ。おかえり。早かったな。妹さんはあっちですよ。早く行ってあげて。風も防げますね。ガリアドとしては申し分ないよ。さあ、手は多い方がね。だからゾロゾロたくさん来すぎ。ほら、手は私たちでできるから。ノロ！うちのハンターが聞いとくから一旦しろ。はい、行くよ。ほらこちらに戻って。さっきはすみませんでした。助けてもらったのに訳が分からなくなっちゃって。本当にありがとう。ありがとう。2歳です。近くの村に住んでいます。ナナです。アルマと申します。西のすごく遠くから来ました。探し物があって皆で旅をしています。ところで、あなたたちの村はどちらに？セクレトで少し行ったところです。僕らは祖母と一緒に住んでいます。もしかして森人という一族でいらっしゃいますか？森人ですか？違いますが。そうでしたか。実は私たち彼の故郷を探しているんです。その一族の名を森人と。森人か。ごめんなさい。聞いたことはないです。いや、もしかしたら族長なら何か知っているかもしれないな。あなたのセクレトを長らくお借りしてしまいました。どうもありがとうございました。あのセクレトはあなたの村で？はい、卵から育てました。僕たちにとって大事な相棒です。とても賢いですよね。頼りになりました。そうなんですよ。危険に気づいて避けたり匂いを覚えたりするのが得意なんです。その分扱いが難しくて乗り手は限られるんですが、特にあいつは賢すぎて乗り手を自分で選ぶようなところがあるんです。だからあなたが乗りこなしていたのを見て本当に驚いてしまいました。あの場で一体何が？妹とセクレトに乗る練習中だったんです。僕が行けなかった。油断していて。ののを逃がして奴を引きつけて走って、でも足を滑らせて落ちてしまったんです。ところであなたたちは先ほどは驚かせてしまって申し訳ありません。一体何をやったんですか？その道具も人に扱えるものとはとても思えない。私たちの故郷では大きな生物から人々を守るためにこうした道具を使うんです。もちろん決して人には向けてはならない決まりの上で、そしてこれを持つには許可が必要で。はあ、許可、道具、はあ、そのおかげで僕たちは助かったんですね。とりあえずお二人の怪我の手当てをしませんか？ハンターさん、お疲れ様です。砂原で土砂熊という気性の激しいモンスターが確認されました。このモンスターは群れを作る可能性もあるようです。被害が広がる前に狩猟をお願いします。ターゲットに印をつけておきました。まずはここに向かいましょう。よかったらこちらも使ってください。きっとお役に立つはずです。了解した。武器の選択はお済みですか？あちらのテントで好きな武器種を選べます。メインとサブそれぞれに武器を装備できます。状況に応じて使い分けてください。あの個体です。ある程度のダメージを与えるとクエストが開始されます。了解した。ないと。スリンバーダイブレシアを使えばモンスターの群れを散らせるかもしれません。よし、間に合った。叩き込め！貴重な調査の機会逃さないようにしないと。砂嵐が嘘のようだな。お待ちしていますね。お疲れ様で。では参りましょうか。要請により本任務を開始します。支給品です。これを利用しましょう。貴重な調査の機会逃さないようにしないと。